こんばんは、高野のくもです。先日私はインコンサートについて、マイルス・デイビスのね、インコンサートについての動画をアップしました。心地よきコンダクミュージック、マイルス・デイビスインコンサートというタイトルの動画なんですけれども、それにマグマグさんからコメントいただいてるんですね。読んでみます。すみません、ヒップホップのソって話、ちょっと時間が経つともうインコンサートとオンザコーナーのどちらの内容なのかわけわからなくなって 来ましただから今聞き直してますオンザコーナーがヒップホップのソでしたねインコンサートは届いたので聞きましたがよくわかりませんでしたぐっちゃぐちゃしていますそうだからコンダクミュージックなんですよフリージャズなんですかこれもあ,ある意味そうかもしれませんけどねそんな感じも言われてみればしますけれどもね電化フリージャズよくわかんないですけど でよう分かりません。フリージャーナなんですが、これもよう分かりません。というコメントですね。そしたらですね。またその20分後ぐらいにですね。また、マグマグさんから追加書き込みがありました。あ、でもインコンサートのこのグワングワンした感じ酒とかで酩酊してたら心地いい音楽なのかもって思いました。正解です。その通りです。ドラッグミュージッドラッグミュージック系ってこんなの多いですよね。 反復みたいなリズムでふわふわしてるこの感じやばい人が好きそうはいやばい人です私でも薬はやっておりませんがねだから整理しますとそうなんですよまずはオン・ザ・コーナーがレコーディング最初なんですねでその次にイン・コンサートっていう感じなんですね1972年の1月あとは6月7月これがオン・ザ・コーナーの レコーディングスタジオでレコーディングされた日です。それに対してインコンサートはですね、翌年の1972年なんですね。1972年の9月です。だからだいぶ時間が経ってるんですけどもね、もうちょっと洗練された内容になっててもいいはずなのになんかむしろ先祖帰りで原始的なぐじゃぐじゃしたなんかミステリアスな呪術式みたいな感じになっちゃったりもしてますけれどもね。 ただ、呪術式といってもですね、まああの、祈祷師マイルスってよくお書きになる方いらっしゃいますけれどもマイルスの場合はぐじゃぐじゃしててもなんかファラオ・サンダースのような宗教性を感じさせるようなぐじゃぐじゃさではないんですよね。 あくまでもなんか理性的な混濁ミュージックというか、まあ、理性的な混濁ってちょっと矛盾してるかもしれませんけれどもつまりマイルスという理性がですねうまーくね他の人たちが全員ぐじゃぐじゃしててオカルトが勝ってるかもしれませんけれどもマイルスがうまい具合にどこか冷めている目線があるのでリーダーの目線がだからどこかあの行き過ぎないみたいなところはあるんですよね。どこか、 で、戻してくれるみたいな安心感で、皆さんぐちゃぐちゃやってるのかもしれませんけれどもね。で、あのー、中山樹さんのね、マイルスを聞け、私は全バージョン持ってるんですけど、あ、でもパート1は、あれ、誰かにあげちゃったかもしれませんけど、今、あのー、造法最新版っていう、これ、バージョンいくつなんだろうね。ちょっと、いくつもバージョンでき,できているんですけれども、 たまたま本棚でパッと一番最初に目がついたマイルス,はマイルスを聞けがですね、造法最新版のマイルスを聞けなんですね。帯には、待ってましたの、造法最強版、不けよマイルス、呼べよ嵐っていうの帯がついてるんですけど、なんか勢いありますよね。で、そこに書いてあるインコンサート表をちょろりと読んでみましょうか。頭くらくらのオンザコーナーをライブでやったらどうなるか。 考えただけのパニックになるのに実際にやってしまったのが本作であるまあインコンサートですね出来は期待に反して前者の方がはるかにいいつまりオンザコーナーの方がはるかにいいね原因はメンバーの質にある前者ではジョン・マクラフリンチック・コリアハービー・ハンコックジャック・ディジョネットら知能指数の高い連中が脇を固めていたこの顔ぶれでライブをやればよかったのだが いかんせん今回は見事なままでにアホが揃っってしまった <laughs> すごいな。アホが揃っちゃったね <laughs>。要となるべきレジ・ルーカス、マイケル・ヘンダーソン、アル・フォスター、エム・トゥーメの4人が知性を備え、マイルスの要求に即座に応えられるようになるにはもう少し後のことである。この時点では、ワンパターンのノータリンだった <laughs>。ワンパターンのノータリンとか、すごいね。<laughs> アル・フォスターもエム・トゥーメもね、マイケル・ヘンダーソンもレジ・ルーカスも、このインコンサートの時期はまだね、 ノータリンだったそうです <laughs> でサックスのカルロス・ガーネットに至ってはまるで無誘描写で何を吹いてるのか自分でも分かっていないタブラというインド楽器のバダルロイエレクトリックスタイルのカリール・ー バラクリシュナなど、使用楽器及び名前からしていかがわしい。レジー・ルカス以下の4人はその後、目覚ましい成長を遂げるので許せるが、カルロスに、バダルに、カリード君たちのせいで、このバンドはマイルスが率いた数ある輝,しい輝かしいバンド軍にあって、最下位にランクされてしまうのである。<laughs> すごいね。<laughs> しかし、アホが力任せに走り出すとこんなに怖いこともない。 常人が言葉を挟む余地などまるでない何も考えず一定のパターンとペースで無我夢中に突進するアホ集団その凄さがジャック・ジョンソンのテーマで始まるニにもろに出ている明日のことなんかどうでもいいただやるのだこのちなみにやるはカタカナですけどねという恐ろしいまでの迫力であるマイルスは実に堂々とした態度でストロソロを取り始めるのだが周囲のアホ熱にうなされたのかいつもよりちょっと多めに吹きすぎてしまう しかし、これがいい。リズムが変わってオンザコーナーのブラックサテンに入ると前にやっていたことがあるものだから、アホにも抑制がきき始める。ここで一応マイルスバンドらしい体裁が整う。いずれにしてもマイルスは、もうやってらんないと3人のアホをクビにし、一方で4人のアホにマイルス養成ギブスを付けさせるなどして <laughs>、バンドの立て直しを図る。そして、あっと驚くとてつもないバンドを引き連れて、今再び未踏の領域へと、 挑戦を続けるるのであ,るあ面白いね全部読んじゃいましたけどねまあそういうことで中山さんもねこれはあのまあそりゃアホが突進諸突し進するとすごいみたいな風に褒めてはいるんですけれどもやっぱりこの人選に関してはハテナなんですよねアホという表現使ってますけどもね <laughs> 面白い面白いあの下の概要欄にねアマゾンに飛べるリンク貼っておきますのでまあ興味持った方はぜひねこのマイルスを聞けようね ご覧になっていいただけければと思いますけどこれね、あのー、バージョン重ねるにつれてどん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 分厚くなっていくんですよねビッグマックをいつ超えるかみたいな,なんかそういうのもなんか前の冒頭部に書かれたりとかもしていますけれどもだからそれによってですねそのバージョンによって微妙にですねあの少しずつ真面目にだんだん変わっていくんですけれども私が今手で持っている 小道ライブラリー情報最新版マイルスを聞けはまだまだですねこのね出身が大阪であるね中山さんのちょっとお笑いの要素がまだまだ全面に押し出ているあれなので内容なので読んでて非常に読み物としても楽しい本ですよですのでまあ去あの方は是非ねご覧になっていただきたいんですけどまあ,まあそういう感じですだからまぐまぐさんがお感じになりました あの頭くらくらのなんかラリってるというやってる人たちがきっとね、ノータリンでラリってるっていう感じなので、<laughs> まあ、シラフで聴くよりも、酒でも飲んで聴く方がちょうどいいぐらいなミュージックなのかもしれませんね。ということで、マグマぐさん、書き込みどうもありがとうございました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。